はい、どうもね、2017年7月の17日、月曜日、海の日で、祝日で休みなんでね、今日は自宅で、滑落しちゃってね、なんでね、今日は室内で、まあ、バーベキューって言って、鉄板焼きだ、この芋のプレートで、米中のこれね、六本入りの、おいしさじゅわ。今日粗挽きフランク、これね、これ焼いて炒めて、これもう取ろうかな、これもう温まったんで、フランク出来上がり、今日は火止めようか。あ、できたできた。じゃあこれをつまみに、米中の粗挽きフランク、これをつまみに行こうかな。見えるかな、これダイソーの200円のやつで、200円の芋のプレートです。おー、うまそうじゃない。じゃあ一杯持ってこようか。一杯持ってくる。今日祝日なんで一杯飲もうかな、しようかな。これ男たちの酒練習バージョン。男たちの酒の練習。はい、これね。はい。さあ、海のしコップ酒ってやつで。海のしコップ酒。はい、行くよ。どうも。ダイさんどうもね。早いと。一休さんね。清水さんもね。ビームさんもね。というね、これ。米中のフランクを鉄板焼きで。今回はこんな感じで、練習のコップだけね、こんな感じでいきます。いいんじゃない。はい。あ、うまそうじゃん。ああ、うまいね。塩分がちょうどいいね。これちょっと前スーパーで3割引きだったからさ、これ昨日かな、3割引きだった、これね、米中のこれね、うまい、あ、うまいね。これで一杯。今日は行かない、今日。うまい。今日は行かない。この間滑落しちゃったからさ、ね、反省の意味を込めてしばらくは控えとこうってことで。だからアルコールバーナーでね。うまい、うまい。かけられないよ、米中安いな、これね、 B 中だからね、安いんだ。マルダーとかと日本ハムと比べて安いんだよね、米中。これは安くていいよね。ね、日本ハムとかね、有名どころと比べてやっぱ安いよ、これ米中は。何も言わないよ、別に大丈夫よ。何も言わない。じゃあ、残りの3本焼こうか。じゃあ、残りの3本焼くね。何も言う。残りの3本焼く。アルコールバーナーだ。
室内なんでアルコールバーナーで、今室内なんでアルコールバーナーでいつものライター、よし、室内なんでアルコールバーナー、よし、よし、で残りの3本6本入って、これ3割ぶりだったからな。あ、いい音、これちょうどいいんだ、これ短いやつがさ、このダイソーの200円の芋のプレートで。ちょうどね、ね、3本がちょうどいいサイズ。こんな感じで、いい感じじゃない、はい。それをつまみにコップだけ。ああ。おいで、はい、どうも。コロコロ転がしながら、おお、うまそう、いい感じだ、ほら、ほら、いい感じ、ほら、ほら、いい感じだ、おお、いい感じ、すぐこっつくのか、大丈夫よ、で、コップだけ。外でやるときはさ、あれ、秘密のグリルちゃんとかさ、昨日この間見せてた、あれ、バーゴのグリル、ん？ファイヤー、グリル、ファイヤー、あれね、あれ使うよね、うん、バーゴのとか。今、室内なんで、アルコールバーナーで。おー、いい感じ。いい感じ、いい感じ。覚えやすい、カレンダー通りだよ、うんうん、カレンダー通りだよ、海の日から、ちょうど海の日から4日間だな、確か確か。で、その1ヶ月前は川の日なんだ、いや海の日か、山の日なんだ、お盆休み山の日ね、その1ヶ月前が海の日なんだね、今日は海の日です。いや、戻しも今年いらないや、もう腰にほ、ね。どうしようかな。また今度、冬山行き。ほら、うまそう。あの焚き火台より切ってすぎるから、ね、焚き火台ってもっと大きいモノプレートね。でもちょっと固定のでやる分にはちょうどいいね、小さいの。ちょこってやるにはね。これはこれ200円ね。これ、このモノプレート、このサイズ。このサイズのモノプレートは200円です。で、小さいからあんま使わないけどさ、でかいやつ使ってるのかな。あれは400円の。ライギステーキプレートでよく使うのね。楕円形のやつ。あれは400円。それを今日とちっちゃめの四角いのが300円ね。おー、いい感じだ。いいぜ、こういうのもいいよね、軽くで飲みながら。でも昨日の日曜はあの人やってたね、あれ。ピザーラを食べてたの、あの男の子。48歳の。多分独身だよね、あの人。なんだっけ、アキボーさんだっけ。ピザ食べながらやってたね、あの人ね。行かない、僕、プールはね。もういいんじゃね。
ああ、いい感じだ。これトランジアのアルコールバーナー。これお得だった3割引きね、これ。ね、よかったよかった。100、だから170円ぐらいか、これでね、税込みで。うん。170円ぐらいで今後は食えたら十分だよな。うん。お熱。静岡県のメーカーね、だから安いね。うん。あ、もういいかな、これ。もう良さげだね。良さげだ。じゃあ、おろそうか。おろします。いい感じが出た。おろす。いい感じ、うん、わあ、うまそう。欲しいから下ろそうか。熱いんで。あ、そうだ、これはね、このごとくはね、これがめんどくさいんだ、消すとき。下ろして、はい、完成。あと余熱でいいだろう。じゃあ最後の一杯、汁物だと2杯で終わろうね、汁物なんで。じゃあこれで最後の1杯停止です。じゃあもう今日は汁物はもう飲まないんで、ちょっと置いてくるね。置いて冷蔵庫入れてくる。またこれ冷蔵庫入れてきます。短パンだ。夏だからさ、パンツ短パンで飲んでます。夏場なんで短パン姿で飲んでますよ。夏場だからパン短パンで。気を失わなかったら大丈夫よ。失わなかったから歩いてくれたら。気を失ったらさ、多分ね、多分帰ってこれなかったかもしれないね。ただ起きただけでそのままだから歩いてくれたの。気は失わなかったから一人で歩いてくれたよ。大丈夫よ。でもさ、登山道それちゃったから時間かかっちゃったんで、当日はね、荒川湖までたどり着けなかったんだ、中野泊まりで。ああ、いい感じだ、行こうか。いいね。うまい。うん、これで一杯。うん、お姉ちゃんはほんとよ。でもほんと安いよね、やっぱりね、ちょっとね、安いんだよ、ほんと。マルダーとか、日本ハムと比べると確かに安いよね、これね。だから好きよ、これ、ヨネキューって。あれ、ベーコンのブロックもさ、このヨネキューの安いもんね、他のメーカーと比べるとね、ヨネキューはさ。うん、はい。家飲むとこれで安上がる。うん、家飲みは安くていいよ。うん、外だったらね、バックパックにさ、薪とか詰めてさ、焚き火で焼いて食いたいけどさ、今はそんなわけで、滑落して間もないんでね。だから1週間前でも滑落したのな。なのでしばらくはね、なるべくバックパック背負っていくようなのやめとこうと思います。別に言われたわけじゃないけどね、自分でね。これわかんない、これ。見てし。どうだこれ、ヨネチュー、静岡県って書いてあるから、また別の、地方のメーカーだと思うよ、これ、地方のメーカー。静岡県、わかんない、それは。それはわからない。もう検索したらわかるけど、僕わかんない、それ。返すんだ、これ。販売してみて、だから地方の会社だから安いんだと思うよ、これ。静岡県って書いてあるもん。今日はいらないよ。
だから行かないな、今日は自宅で芋のプレートで米久のフランクフルトを炒めて飲んでます。冷しね、まあ、で、ほじ一杯。冷酒です。日本酒を冷蔵庫で冷やしておいたやつ。今日ずっとあれ見て、YouTube で動画見ながらね、たまたまずっと見てる YouTube で動画見ながら、いろいろね。YouTube で動画見ながらね、まあどんな動画、ちょっとそれはちょっと言えないけどさ、ここでは言えないけど、まあいろんな動画見ながらそう、 YouTube はやっぱ YouTube はいいな、本当だ、いろんな動画見れてさ、どんな動画って言いたいけど、ちょっとそれはちょっと言わない方がいいんで言わないけどね、いろんな動画見ながら、いいよね YouTube はな、無料だ、こういろんな見れて、そうね、いいね、そう、ここでは言えない、やっぱりね、残っちゃうからねいろんな動画見ながら、じゃあ最後の一個だね、最後の一個、ああ、うまい。もうおっぱい僕ね、下の方が見えるのよ、下の方。僕おっぱいよりも、お股の方がいいんだ、僕は。おっぱいより。僕はおっぱいよりのお股の方がいいの、お股。お股の方がいいの、お股。おっぱいよりお股。僕はお股の方。ね。おまた、いわゆるデルタって言われてる方、デルタ、デルタの方がいいの、デルタ、デルタ期待、ありがとう、ありがとうね、大さんありがとうね、はい、あ、美味しくいただきました、よかった、カエルさんどうもね、カエルくんどうも、海の日で休みなんでね、飲んでます、今日は米中の、米中のこれを炒めて、米中の美味しさじゅわ、美味しさじゅわってこれ炒めて、ああ、いい感じだ。家で飲んで、野菜がりでいいや、野菜がりで。バーベキューじゃない、これ、鉄板焼きだって、芋のプレートで炒めたんでね、鉄板焼きです、鉄板焼き。バーベキューは串焼きだからさ、よくや、僕よくやるようにさ、鶏皮とかつなぎも串に刺して焼いたらって、バーベキューだよ、あれ。ね、これはさ、フランクフルトとかはこうやって炒めたんだけど、鉄板焼きな、鉄板焼き。わかった？覚えておくといいからね。バーベキューは串焼きだからね。要するによくさ、よく焼き鳥とかあるんで、串に。あれがバーベキューだから、いわゆるバーベキューって。串焼きのこと。ラテン系で言うと、ラテン系で言った場合、バーベキューと串焼きのことバーベキューだからね。だからこうやって鉄板系でやったもんはね、鉄板焼きだからね。覚えておくといいからね。よく、僕よく、つなぎもとかさ、鶏かゆがいたらとか、串に刺して焼いてるんでしょ。あれがバーベキューね。
こういった、ってやったもんが鉄板焼きよ。鉄板焼き。わかった？うん。バーベキューは鉄板焼き。串刺しのこと。串焼きだからね、バーベキューは。いわゆる日本でよくさ、炉端焼きでさ、焼き鳥とかあるんじゃ。あれは、ああいう、あれはバーベキューでいいの、ああいうの。いっぱいよくある居酒屋でさ、串に刺してさ、鶏皮とかつなぎもあるでしょ？あれは、ああいうの、ああいうのバーベキューでいいけどね、串だからね。うん。魚でもさ、店行くとさ、串に刺して焼いてる、あれはバーベキューでもいいだろ、串焼きだからね。そうだよね、河原とかだとさ、取ったイワナとかをさ、串に刺して焼くでしょ？あれはバーベキューでいいよね、串焼きだからね。うん、そう、串焼きのことがバーベキューだから。串で使わなかったらさ、網だと網焼きだしさ、こうやってこういったプレート使えば鉄板焼きね、鉄板焼き。そうですね、串カツは焼いてないじゃないか。串焼きあれ揚げてっからさ、どういう、だから串カツだから揚げ物だからね、揚げだからね、言わないでしょ、あれは。あくまでも揚げ物だ、串カツ田中は。バーベキューじゃないでしょ。串焼きがバーベキューだから、串刺して。あれ、あれじゃないもんね。揚げてっからね。田中は着替えあれ。わかった？でもあれも感じ、でも、まあ関西は焼いてくるけど、でも関東はさ、焼いた後一回蒸してっからね。まあすんなりバーベキューとは言いづらいだろうね、あれね。一般的に。うん。地方の方だったらさ、あれ、焼いたまんま食うのはバーベキューでいいかもしんないけどさ、一般的に首都圏のはさ、焼いた後蒸してっからね。うん。うん、そう。まあバーベキュー系かもしんないけどさ、まあでも蒸してっからね、なんとも、それはね、あんまり言わない方がいいかもしんないね。そう、一般的にうなぎがそうよ、うなぎは。うなぎは普通一般的に、あれ、焼いた後、蒸して、その後タレつけてもう一回やってからね。蒸してからね。もうアホじゃないだってね。うん、もう偏差値50ぐらいが高校だったけどさ、でも400、その高校で472級ずっと、100倍以内だったしね。うん。そうよ。そんな偏差値が良くない学校だったけどさ、クラスでも47人いて5万とか6万入ってたし。そりゃアホじゃないよ、僕は。うん。そうよ、ほんと。うん。ずっと100倍以内だったもん、高校の時は。470人いる中で。100、ずっと100倍以内。50番、60番。うん。そうよ。よくはな、うん。じゃ、誰だって頭の良さは変わんないって勉強なんか。やれば誰でもできるんだよ。前にもよく言うよね、僕はね。よく、タレントさんとかがさ、大学受験のとか、よくあるじゃん、番組の企画でさ。で、合格したりするでしょ、あれ。ね。なんだっけ。あるよね、よく。芸人とかがさ、企画でさ、大学受験して受かったりすんの。電波少年とかでさ、でもあんなもんみんなやればできるってこと、みんな。あれが可能なのはみんな、誰だってみんな頭の良さ変わんないから、そこそこやればみんなできるわけ。ね。バカとか言ってんのはさ、みんな勉強してないだけ、やればできるんだよ、みんな。だからああいった電波少年みたいな、ああいった芸人さんがさ、受験勉強して合格する資格が成り立つ、できるわけ。行きたくなかった、僕、大学。学校っていうもんに、もう嫌気だから、もう。だって学校なんかさ、勉強なんか本当したいと思えばさ、行く必要ないんだよ、あんなもん。今、日本はさ、すごいいい国でさ、公立の図書館が充実してるからさ、そこでさ、いろんな本を読んでいけば、そこそこ勉強はできますんで。本当に勉強したければさ、学校行かなくてもいい。お金なくてもできますから。図書館に通って、本を読んでさ、それなりのことを考えてやってればできますよ。でもそんな聞かないか普通の人やんないけどね。みんなそうよ、みんな。
頭いいも悪いもな、みんな頭の良さ変わんないの。頭悪いって言ってる人はただ勉強してないだけ、そこそこやればそこそこできるんですよ、誰だって。いや、ほんとやらないだけなんですよ、勉強なんて。あんなもん、学校の勉強なんか簡単なの、あんなもん。僕なんかさ、高校の時のさ、テスト期間中なんかさ、手ぶらで行ってたもん、手ぶらで文庫本だけ持ってね、鉛筆とかはさ、机の学校に置きっぱなしで、それでもそこそこ行ってたもんね。うん、そうよ、あれ。テスト期間中、テストの間、休み期間なんかさ、雪波さんとか田辺さんとか言ってたもん。それでは別に赤点は取ったことないよ、僕は。そうよ、よくあるじゃん、テスト、あれで、ね、あれ、期末試験とかさ、間、休み期間でもさ、教科書見てんのいるけど、僕には考えらんないよ、あんなの。休み期間はさ、好きな本を読んでたな、僕は。うん、ね、田辺聖子さんとかさ、はいろんなの、池波さんとか読んでて、うん、だからテスト期間中はね、高校の頃ほとんどとんと手ぶらだった。ポケットに文庫本だけ入れて、まあテスト、そう、テスターヤンキーじゃない、僕。あんじゃ、高校とかだったらテスト、あんじゃ、あれ、期末試験とかさ、テスト期間はさ、手ぶらでもいいじゃん、なの。筆記用具さえあれば書けるんだもん。だから、ポケットにさ、文庫本だけ入れて。それでもさ、そこそこ取れたぞ、別に。うん。クラスでしょ、47人いて5、6番には入ってたな、でも。ああ、どうもね。まあ、もう終わりだけど。今日は海の日で祝日なんで、コップだけ。いや、これでもうおしまいよ、こっちはこれで。もう2杯目だから、これ。今度行こう。あ、昨日見てたさ、あのバーゴのやつ、バーゴのやつ、あれはも炭火用に今度使ってみよう。日帰りで炭火やるのに使ってみたいと思います。焚き火はね、やっぱり秘密のグリルじゃんね。うん、あの昨日のバーゴのでもさ、焚き火できなくなるけど、あれだったらちょっとね、横はさ下がってくからさね、あれは炭火に使うと思う。行かない、どこも。のんびりしてる。のんびりとね、しながらね、しごいてると思います。うん、のんびりしながらしごいてます、今日は。わかった、あれ。どこも行かない、今日は。今日はしごいてる。あ、いつも通りか。今日もね、おまたのこと考えながらしごいてよ、ね。外行くとお金使っちゃうからさ。お金使っちゃうから。もう昼だしね、もう11時だもんな。あるよね、あるよ、いいよ、うん。じゃあ今日はこの辺で、じゃあまた今夜、夜の7時ぐらいやるからね。今日は祝日なんで、この朝に時間やりました。で、終わりますね。ではまた終わるよ。今日は昼間は練習で、この米中の、練習、つまみはね、米中の超粗挽きフランク。これを炒めて食べました。じゃあ終わります。ではまた、終わるよ。じゃあ今夜夜の7時ぐらいでまたやると思うんで、ではまたね。じゃあ、ほら。で、これとコップだけでしたね。この、おいしさじゅわ、おいしさじゅわのこのフランクは、
アルコールバーナーでこれでダイソーの200円の芋のプレートで炒めて食べました。じゃあまた終わります。じゃあ今夜ね、またうん、ではまた茨城来た人は後で録画でもね、ではまた。